はい、続いては国内作品のご紹介をブルモンドさんの方からしていただきたいんですけれども、来たよ、じゃあまずはですね、コッパミジンの方から。はい、はい、コッパミジン流れるのかな。流れる、すみません、はい、流れます。はい、コッパミジンね、いいタイトルですよね。私も、まあ、すごくシンパシーを感じるタイトルなんですけれども、この主人公はね、この今の若い頃の榊原郁恵ちゃんみたいな方ですね。あ、本当だ。本当だ、うん、でこの眼鏡かけてるお兄さんが幼なじみなんですけど、郁恵ちゃんの郁恵ちゃんではない、カエデって言うんですよ、カエデって、うん、でも郁恵ちゃんでいいわ。郁恵ちゃんのお兄さんとその、お友達、そしてその お兄さんの彼女っていう4人が中心になるんですけれども、まあ、男2人女2人で、で郁恵ちゃんはそのお兄ちゃんのお友達のことを好きなのね。でもまあこの宣伝でも歌われてるから言っちゃいますけど、実はそのお兄ちゃんのお友達の方はお兄ちゃんを好きだったの。うん、切ない。でもちろんそのお兄ちゃんは彼女がいるじゃない。でそこの辺もね、いろいろあって、でも実は面白いなと思うのは、それだけだったらまあちょっと特殊な状況を設定したかなってな感じなんだけれども、お兄ちゃんのお兄ちゃん、お兄ちゃん言い過ぎよね、お兄ちゃんの彼女も割とね、いろいろ問題があって、そのお兄ちゃんとお兄ちゃんの彼女の関係にもややこしいことがあるんですよ。だからそのこの映画がいいなと思うのは、ゲイをすごく効果的にゲイの人を使ってはいるけれども、決してゲイだけに主軸はないので、こういろんな恋愛模様をさりげなく描いてて、例えばその恋されるゲイの人が看護師をしているんだけども、その病院でこうお父さんに奥さんとか子供たちが見舞いに来るんだけど、合間にあの愛人も見舞いに来るのね。でその愛人がその本妻にすごい、このやつ入れないでちょうだいみたいに言われたりするヒールドラみたいなシーンもあったりするんだけども、そういうのを見て、その愛するみたいなのの優先順位とか、そのどっちが正当に愛せる権利があるのかみたいなことを、もうゲームもその関係を見ていろいろ思い悩むシーンがあったりとかして、割とね、構成がすごく、人間関係の構成がよくできてるかなと思いましたね。で、もともとこの監督さんはポルノ映画出身で、ピンク映画、ピンク映画、ピンク映画って言われてからなの、うん、まあそれってあんた AV 女優をセクシータレントって言い換えるようなもんじゃないの。なんかその、揉めないでください、揉めないでください。そうマスカッツは AV 女優じゃなくてセクシーアイドルなんだよ。そうで、なんだろう、そのでそういう人ってやっぱりね、なんか人間の一番、結局セックスって一番ドロドロしてるけど本音の部分じゃないですか、不気味みたいな、ね、そういうところをしっかり描いて、まあ、私はそのピンク映画を見てないんですけれども、なんかピンク映画の何だっけ、うん、四天王みたいな、あ、うん、ピンク四天王ってのは聞いたことある、そういうのもちょっと人数多かったみたいなんですけど、その中の一人だって言われてるのが十二神将みたいな、そんな感じの感じで、うん、あのそうそう、なんかいっぱいね、セイントセイみたいにいっぱいいるんでしょうけど、その人に出して言われてるのが監督、うん、らしいので、さすがなんかね、そのエロをちゃんと撮ってらした方だなっていうぐらい、人間の心のひだみたいなのをさりげなく描いてるので、私全然実は油断してたんですよ。正直その緩いちょっと低予算方があって、その実はこれを見るね、前日に渇きを見ちゃったんですね。あれあまりに豪華でものすごい映画だったので、その初期化すると突然ほら急にものすごいゆっくりした世界だな、だからあれと思ってたんだけど、見ているうちにどんどんと引き込まれていって、でちゃんとね、私泣きましたね、この映画。ゲイの子がさ、お兄さんにね、思いを打ち明けるシーンの表情とか素晴らしかったよね。あの表情もすごいし、あの後のね、お兄さんのリアクションもすごく今っぽいんだよね。あんまりこう過剰な演出もしてなければ、多分今の若者、本当にこの役ぐらいの子たちがこういうシチュエーションにあったら、あ、まあこうなるだろうなっていうような自然な流れの映像。
でだからゲイのエピソードを女の子の主人公の視点を通して描くっていうのは昔からよくね、おこげとかでも使われてきたんだけれども、ちゃんとねこのクイちゃん側にもそう成長っていうテーマがあったりとか、あの一人一人のキャラにちゃんとあのテーマがちゃんとあるんですよね。だからあのさりげないシーンでどんどん人の性格とか背景が見えてくるので、この最終的にはすごく好きな映画になりましたね。舐めてかかってみたら大好きな映画になったので、コッパミジンっていうのはじゃあその彼女の恋心がコッパミジンです。主人公はゆくえちゃんなんで一応、でもその絶対まあね叶えられない恋なんだけども、そのお兄さんがのんけの幼馴染に恋をしていることとか、主人公がゲイの彼に恋をしていることは全部叶わないんだけれども、叶わなくてもいいよねと思わせるような不思議な温かさに満ちた映画で、どうしようもとこれはめっけもんでしたね。見ろって言われたから見たんですけど、見てなかった。ありがとう、いいのおすすめしてくれて、はい、皆さんもぜひご覧いただきたいこれはちなみにあの劇場公開もちゃんとしますので、ケーズシネマさんでね、ケーズシネマで、はい、してますので、あの映画祭で見逃しても、はい、あの見てもらいたいんですけれども、やっぱりあのそれで見逃した方は劇場の方に行ってご覧になっていただければ、はい、じゃああの今の紹介の中で見たい、一番見たいなと思った作品、ね、いかがでしょうか。じゃあ吉弘さん、はい、あ、私全然違うとこで言っていい、あの、はい、言いたかったんだけど入ってなかった作品があって、はい、アゲインスト8というですね、はい、アゲインスト8、アゲインスト8、はい、ドキュメンタリーなんですけど、これまた HBO 制作のドキュメンタリー、ちょっと政治っぽいやつ、あのね、政治っぽいんだけれども、これがなかったら同性婚が認められなかったっていう、あの追加法案の話なんですね。あの、はい、カリフォルニア州で1回同性婚が認められました。でもカリフォルニア州で反対運動が起きました。で認めませんっていう追加法案、プロプ8っていう、プロポジション8っていうものが通っちゃったんですよ。でそれを潰すためにですね、あのゲイカップル、実際に結婚しようとしてるゲイカップルとレズビアンのカップルがですね、立ち上がって、弁護士を動かしてっていうドキュメンタリーなんですが、これが非常によくできてましてですね、私これ本当最後もう号泣。ドキュメンタリーなんですよね、これね。ドキュメンタリーなのにものすごいよくできてる。あの下手な劇映画がかなわないぐらいよくできたドキュメンタリーに仕上がってます。これはぜひともですね、あのレズビアン&ゲイ映画祭でしか見られないようなものでもありますし、はいね、はい、あのちなみに、これ HBO っていう放送局が、あの先ほどのコイスでリベラーションを作ったですね、あのテレビ局があるんですけど、そこって、今年もですね、ゲイ絡みのですね、ドラマとドキュメンタリーを1本ずつ撮ってて、でそれがもう大ヒット、やっぱりちょっとそっちの方に振ってるんでしょうね、アメリカの放送局も。あの同性婚が認められたっていうのもあるし、社会に溶け込むためっていうのもあると思うんですけれども、去年でしたっけ、ウィークエンドっていう映画、英国映画があったんですけれども、あれの監督をした人がですね、HBO からお声がかかって、今年はルッキングっていうですね、テレビシリーズを撮ってるんですね。それは、ウィークエンドは英国での普通のゲイのカップル、カップルっていうか、まあ、週末会っただけの2人の話なんですけれども、あれってものすごくうまくできてて、あの、なんて言うんだろう。今までその私たちが思っているゲイ、映画であったりドラマの中で出てくるゲイっていうのはコメディーリフであったり、あの狂言回しっていう立場でしかないっていうものを描かれてたんですけれども、ウィークエンドで描かれたのはただの日常だったんですね。でそれが一歩進んだっていう評価を得たんですよ。でそれでルッキングっていうものが作られたんですけど、ルッキングはこれまたすごくって、カストロストリート、サンフランシスコの2丁目みたいなところですね、あそこのゲイの日常を描いたんですよ。でそれを14話とか作って、でなんと視聴率が良かったもんだから、シーズン2もできてしまうという、ちょっと時代は変わりましたよ。変わりましたね。しかもヒゲだらけ。そうなんですね。ヒゲマッチョだらけって言うんですよね。はい。で、まあ、そういう監督が HBO には今います。で、このアゲインストエイトも HBO で作られてる。うん、まあ、ゲイフレンドリーな会社ではある。で、あのすごくちゃんとしたスクリーンのドキュメンタリーなので、もうぜひとも見ていただきたいですね。これはルッキングですね。はい、ありがとうございます。一つじゃあここで追加インフォメーションで、あのこのアゲンスト8をですね、題材にした朗読劇8というのをですね、あの合わせて映画祭と合わせてイベントを行ってまして、7月の11日の金曜日から13日の、日曜日までアツコパルー
というところでやってますので、皆さんぜひそちらもご参加くださいませ。よろしくお願いいたします。はい、では続いて、じゃあブルボンヌさんのポータルでなんか見たいやつ。あ、じゃあやっぱり1番湖でしょ。湖で、ね、私の中ではすっかり発展場殺人事件って記憶に残ってますけど、じゃあ本当に予約お願いします。予約じゃんじゃんってなぐらいにそう、かさわいですね。かさすごいな。ありがとうございます。高見先生は、だからあれですね、さっきも言ったように、とにかく自分は映画好きだよと、うん、この貴重な映画は見逃す手はないよという映画好きだったら、とにかく湖は、はい、の見知らぬ男は必見です、はい、であとはそのそうじゃなくって、もたの面白い、見てて普通に面白いやつが好きだよっていうんでしたら、ぜひフリーフォールをご覧ください。で、ね、はい、あとハワイ、そうハワイは割とその何ドロドロしたのが嫌っていう人におすすめ、うんうん、ふんわりしてますもんね、あれね。そうそう、なんかなんていうの、ちょっとふわっとして、うん、でも後味もよくってみたいな感じの、うん、ふわっとしてんだけどモーリスっぽくはないんですよね。そうそうそう、そういう感じではない。でさっきウィークエンドの話が出たけど、ウィークエンドがああやってゲイの日常をドラマにとして成立させたっていうことがかなりやっぱり大きな、うん、違いになっていて、その後のポストウィークエンド的にとてもそのゲイの日常のリアルな描写を積み重ねたというのが出てきた感じはあるんですね、うんうんうん、でハワイはその中の一つであるという私の認識で、その中ではとてもウィークエンド・チルドレンの中では、詩的、ポエティックな意味でなかなかいいところまで行ったなという感じでおすすめです、うん、ありがとうございます。